ダイハツは2024年10月15日から18日まで開催されるジャパンモビリティショービズウィーク2024で新型軽トラック、ユニフォームトラックの実車を展示しました。ユニフォームトラックは2023年のジャパンモビリティショーで世界初公開されたコンセプトカーであり、未来の軽商用車として開発されました。軽商用版のユニフォームカーゴとともに披露され、環境に優しくサステナブルなモビリティライフを提供するというダイハツの理念を体現したモデルです。ユニフォームトラックのボディサイズは全長 3395mm× 全幅 1475mm× 全高 1885mm と軽トラックの標準サイズに収まっています。荷室を最大限に確保するため、キャビン内は立って座るような姿勢を想定してデザインされています。担当者は、軽トラックが長距離走行する機会が少ないため、この設計でも問題ないと説明しています。また、キャビンの広いジャンボシリーズとの差別化も図られています。エクステリアはシンプルで凹凸が少ないデザインが特徴です。デザイナーは働く車にふさわしい、誠実で機能的なユニフォームのイメージを反映させたデザインを目指したと述べています。ドアハンドルも操作性を考慮し、大きめの形状になっている点が特徴的です。パワートレインはモーターによるバッテリー EV、BEV を採用。大容量バッテリーを搭載し、外部給電機能も備えており、移動販売などで活用できる仕様になっています。展示車には側面が大きく開放できる荷箱が搭載され、野菜の移動販売を想定した仕様となっていました。ユニフォームトラックは2030年の軽商用車を見据えて開発されたもので、未来志向のデザインが施されていますが、安全面にも配慮されており、現代の軽トラックと同様にクラッシャブルゾーンが確保されています。そのため、単なるデザイン選考の非現実的な車というわけではありません。2030年を見据えたこのユニフォームトラックが、将来的に市販化されることが期待されています。